皆さんこんばんは、アバンギルドのブッキングの亮太郎です。今日は2013年11月26日、火曜日、おしろいの匂いが、バンバンする京都木屋町にある多目的改め多角的アートスペースアバンギルドにて、UR ラジオ食堂と題して公開収録しております。今日はですね、もう最初からゲストの方に来ていただこうと思っております。ダンサーで舞踏家ですか？舞踏家とは言わないですよね。あ、もう舞踏家じゃないですね。ダンサー、ダンサーですね。ダンサー竹千代まりやさんです。本日はようこそお越しいただきありがとうございます。あ、お招きいただきましてありがとうございます。いや、なんか、はい、いつもはどっちかっていうとこうね、客席の方で割と、はい、なんかヤジを飛ばしていただいてる感じで。そうですね、もう面白くないやつばっかりなんで、もうヤジ飛ばそうかなって頑張ってます。 ありがとうございます。なんかこう面と向かってこう白塗りの人がいるっていうのを、はい、多分僕40年生きてて初めての経験だと思うんですよ。先生どうなんですか、白塗りって結構ハマるもんですか？そのやっぱ面白い、あ、面白いっていうともう本当舞踏の人に申し訳ないんですけどもともとやってて一回離れてやからちょっと違うアイテムみたいに多分今思ってるんですね。その最初舞踏、まあ、舞踏やってはった時の白塗りと今の白塗りではどう違うっていうのか、はい、今はね、なんやろ、ちょっとなんか距離感が持って、はい、なんかこのアイテムと接することができるっていう。あ、だからなんか舞踏本当にやってた時は、はい、本当に言ってると思う、もう変な話やけど、はい、やってた時はやっぱりそれはまあ舞台に出るための術で、はいはいはい、やっぱり今からこれは踊る人間性を消すっていう時の白塗りで、今はなんかその舞踏をやってた頃のなんか自分のなんか懐かしさもありつつ、ちょっと今はまあ舞踏とかの作品も作ってないから、なんか違うちょっとなんか自分の姿を変える一つのなんか仮面であったりとか、なんかそういう意味合いでなんか塗って、なんかこういうことするとなんか舞踏の人みたいに見えるよねっていう、なんかそういう形で使ってるのが、だ本当あのすいません舞踏の人すいませんいやあの別にあのでも、うん、なんかそういうやってた時はもうそれを茶化すことっていうのは、はい、ましてそんな白塗りして、はい、ね、ペラ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 喋ったりとか、うんうん、そういうのはもう絶対ないっていう、まあ、ごはっと ね、 ね、なんか、うん、でもなんか今それは僕は違うし、うんうん、だから僕がやってる金粉もそうやけど、うんうん、ゴールデンファイナンスとかも、うんうん、あの人間性とかを消すっていうよりは、うん、あえて塗ってるけど、うん、なんかもういや生身の人間じゃん、うんうん、っていうところのなんかギャップが面白いかなって思って、そういう意味でなんかこういう言ったらまあもうピエロみたいな、そういう印象です、うん、自分の中では。まあピエロも白塗りっちゃ白塗りですもんね、うん、そういう意味で。そうそう、うん、一応、うん、なんか人格とかそういうのは消すっていうのに、うん、まあピエロとかはピエロっていうスタイルに、はいはいはい、あのみんなはめられる、まあ、あの個人名はなくなって、はいはいはい、で舞踏もそういう個人名とかそういうのはなくなって、はい、一つのもう何かある生命体みたいなことになるけど、それをなんかあのあえてなんか白く塗ってるけど、うん、あのもう個人であるっていうなんか捉え方が、うん、まあ今やからできるかなと思ってて。え、その前一度その舞踏をやってはって、でそのまあ白塗りをやめてはって、はい、でもう一回その白塗りを始めたっていうのはいつぐらいなんですか？でも多分この最近、あ、最近なんですか？かな。たまになんかイベントとかで、はい、あのちょっと金塗りとか塗ると、はい、あのすごいカーテンが汚れたりと か、 あ、なんかそういうのでちょっと店的に困るって言った時に顔だけ白く塗ったりとか、あ、ちょっとそういうので使い出して。なるほど、ね、でも最近ねやっぱり、うんうん、そうか、うちはなんかそういうこと気にもしたことないから、基本的にもう何でも何色でもあれですか、まあ普通、まあそうなんでしょうね、でも普通の店うん、うん、そう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 、
まあ、でも金塗りの方が、まあ、さっきもちらっと話してたんですけど、やっぱり しんどいというか、あれってどういう感覚になるんですか。なんやろね、もうなんかまとってるっていうか、なんか重いものをまとってるっていうのと、はい、であれがやっぱりねついてしまうと、はい、ね、あの白いシャツの人とかについてしまうと、やっぱりちょっと取れないとかっていうのがあるから、やっぱ気遣いをまとってるっていう。おお、今ちょっとええこと言う。そういうふうに毎回一切見えないんですけど、気遣いをもうガスガスやってますすいません。一応でも結構ね気つけてますね、なんか。なるほどね、うん、やっぱりそういう汚れるものっていうのを前提に思ってるから、はいはいはい、まあまあそうですよね。僕も昔は、ね、谷内一光くんの絵の具とで思いっきりお気に入りの靴がやられたっていうのが、そうそう、しかも演奏中にって、ね、あ、なんかものすごい嫌な顔してたっていうのは、本人は全然そんな顔はしてないつもりやったけど、はいはいはい、思いっきり顔に出てたらしい。あ、そう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 、やっぱりね、ま、汚れるっていうのがあるから、うん、そうそう、今日はでまたあのそれでさらに踊るということも一応考えてはるっていう話、今回ラジオ収録っていうのを聞いて、あ、でまあ何回かね、あのミュージシャンの人が出てはるのとか見てて、はいはいはい、でその人の音楽が合間に流れるっていう、うん、はい、まあそれはちゃんと必然があって、そうですね、でじゃあ僕はダンサーやから、うん、じゃあ、合間に踊ろうと思って、はあはあはあ、でもラジオやから別に踊らなくってもいいわけやし、うん、まあそうですね、まあこれ今多分ねネットで聞いてる人は分からへんけど、白塗りして別にこんな裸足で踊る必要なんて全くないけど、はあ、その必要がないことをやるっていう方が多分面白いなって思って、うん、ここで別に普通に僕が服着て、うん、いやそうなんですよ、あの僕の表現ってねって言っても多分何も面白くないし、まあ、別に僕もね、うん、そんなことやりたくないし、なるほど、やっぱダンサーはたとえお客さんが一人でも、はいはい、まあ、もしゼロでも、はい、人前で出るっていうんやったらやっぱり踊ろうと、うん、でそこで見えてないのに白塗りしてるとか、うん、でこれほんまに白塗りしてなかったら面白いですね、これ。それはそれでね、それはそれで面白い、ね、これラジオのなんか魅力で、ね、そう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 、ね、だから高校の時よくラジオとか聞いてて、すごいこう綺麗な声のお姉さんとかいるじゃないですか、はい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 、DJ とかで、はいはい、うわこの人めっちゃ綺麗なんやろなとかって想像がバー膨らむ、そうそう、ブワーって膨らむじゃないですか、ほんでなんかその FM ラジオやったっけ、何やったっけ、週刊 FM とか昔 FM 雑誌とかありましたよ、ね、あ、ね、あいなんでなんか DJ とかが紹介されて写真見たら、って思うことが、いやまあこれは別にね、すごい素敵な人もいるけど、ね、っていう人がいた時になんか、あ、こんな人か、見んかったらよかったとかっていうのと、なんかやっぱり想像通りの綺麗なお姉さんの時もあって、やっぱそのラジオの魅力って僕その分からへんっていう、そうですね、想像力が膨らみますもんね、そうそうそうっていうのが面白いなって思って、うん、確かに、だ今こんだけ喋ってるけど、僕本当にこれ白塗りしてなかったら面白いよねとか、うん、っていうか全然違う色やったら面白いかなとか、そうですよね、うん、もうほぼ素っ裸に近いですもんね、いやいやいや、そんなことないですよもう葉っぱはとりあえず今日持ってきたんで、秋の紅葉の、はい、まあ放送コードに引っかからない、あ、そうですね、はい、まあ全然画面は映らないので大丈夫なんですけど、はい、まあ変態ですよね、いやいやそんなことないですよいや割とでもこれちゃんといい服着てますよ、今日は。そうですか、そう、いやかもしれないです、一丁羅っていうことで、いやでもそうでもないすいません、いやいやいや言っといて、はい、なんかこう、まあ竹千代さん割とこうそのうちに出てるミュージシャンとも割とよくやってはるじゃないですか、はいはい、例えばブリキサーカスであるとか、うん、あとまあアバンギルドのスタッフのゆりちゃん、はいはいはい、ドラマのゆりちゃんともやったりとか、うん、あずみちゃんとも前回出てくれたカリキリのあずみちゃんとも一緒にやったりとか、うん、割とこうミュージシャンとのコラボレーションっていう時ってまあそのどっちかがイニシアチブを取るっていうわけではない感じなんですか、それとも割と竹千代さんがこうしてくれってやる場合が多いのか、
その時にもよるけど僕が誘った時とかは一応なんとなく僕なりの目論みとか、うん、なんかこの人とこういうことをやってみるとどういう風になるのかなっていうので誘った時は僕が割とちょっといろいろ考えて仕掛けとかを作ってますね、うんうん、割とその作品を作るって感じでやってるっていう最近というか今年そういう風にしてます、うん、で去年とかは割と即興も決め事なしでとか、まあなんとなくこんな感じでとかってやってて、でまあそれもそれでありやけど、今年ブリキサーカスの曲でこの曲で踊ってって伊藤班に言われて、でまあそういうふうにこれでやってっていうことと、僕が今ちょっと体に対して興味を持ってることっていうものが僕なりにやけどうまくいった時があって、でそれがあってから、あ、自分はなんかちょっとこういうスタイルでやってみようって思って、うん、もう即興っていうのを今年は本当にほぼやってないですね。即興でやるけど構成側は僕が決めてるとかっていうのがあって、なんかそれは多分今の僕のなんか時期なのかもしれないね。なんか今年割とそのまあ公演というかが、うん、はありましたもんね。そうです ね、 ね、まあ、外部出演もあるけど、もの作る時とか、でソロで出る時も、基本的にはそのブリキでやったやつ、基本的にはその動いてない体っていうものを見せるために動く体、でそういう動いてたものが急に動かなくなった時に、何かこう物語的なものとか残像みたいなのが、それがなんかちょっとやってみたいって思ったのと、なんかやってみたら結構いろんな人がらの反応が良かったから、あ、これはなんか僕の一つの武器になるかなって思って、なるほど、ね、うん、じゃあ早速ですがブリキサーカスの曲を一曲、まあ、聴いていただくというか、聴いて踊っていただくというか、昨日もブリキの伊藤さんの現場で、はいはい、一緒に名古屋に行って、あ、そうなんですか、はい、工事現場で穴開けてました。ご苦労様、はい、もう雨でずぶれになって昨日のライブに来れなかったっていう、まあ、そんなことはどうでもいい個人情報ですいません。では、まあ、ブリキサーカスもなんか最近ちょっと活動休止っぽくなってはいるんですけど、うん、またね、ぜひうちでやってほしいなと思っております、ね、それではブリキサーカスで醜い僕の最後という曲を聞いてください。張り切ってどうぞ。
ブリキサーカスで、醜い僕の最後という曲を聴いていただきました。でそれに合わせて竹千代まりやさんに踊っていただきました。はい、お疲れ様です。バラと私っていう踊りをやらせていただきました。はい、いきなりあの長い曲であれやったんですけども、はい、頑張りました。はい大丈夫ですか、息切れてないですか、ね、あ、大丈夫、大丈夫ですか。もうまだまだブイブイいきます。ブイブイ、はい、ブイブイ。じゃあ次の曲そろそろ、はいはい、いやいや冗談です、冗談です冗談です、はい、そんなそんなサディストじゃないですか、大丈夫です。よし、こい。いやでも竹千代さん体力ありますよね。でもね、頑張ってますはい、毎日すっぽん飲んでます嘘ですでもその毎日何かやってることとかあるんですか。あ、ビール飲んでます愚問でしたね、そこ。いやでもほんまあれよく聞かれるんですよ、うん、あのなんか体力作りとか鍛えたりとかって。でも僕は一切やってないです。あ、そのストレッチとかもですか。いや、しないです。へー、なんかね、そう、あのスポーツマンの人とかは、はいはいはい、ね、例えばボディービルダーになりたいとか、うん、あのそういう人は、ね、毎日体鍛えたりとかね、うん、あのダンベル上げたりとか、はいはい、ジョギングしたりとか必要と思うけど、はい、別にあのダンサーはなんかそういう見せる筋力でもないし、うん、そっちよりはまあ、これは僕の持論なんですけど、はい、あのいい生活をしてるっていう風にすると、はい、いろんなことにこう柔軟性も出てくるし、でなんか結局筋肉をなんかこう見せるものにしてしまうと、うんうんうん、あのすごくこう逆に使えないツールになって、うん、なるほど、うん、ですごく今なんか自分がなんかこういうところがこうなんかあの肩がなんかだるいなとか、はい、そういうことを感じれるように、はい、なんか自分のことを、まあ、体のことをちょっと気遣っておくと、はい、あの何やろう、なんかね、あの使いやすい筋肉、柔軟な筋肉、うんうんうん、であんまりこう固めてしまったりとか、はい、あの鍛えすぎて、でその例えばランナーとして生きていくんやったら、うん、足を鍛えたりとか、はい、まあ、僕ランナーになったことないんで分かんないですけど、はい、あのそういうなんか一個の特化したことじゃなくて、はい、あのやっぱいろんな動きに対応できるように、うんうん、筋力をつけようと思うとやっぱり柔軟な筋力でないと何かこう走り込んでそこを鍛えるとかっていうこととは何か違う、うんうん、まあバランスが悪くなるってことでしょうね。だからその、うんうん、なんかでこう重心があって上でそのいろんなこう動きに対応、まあ、対応できるというか、はい、うん、自分のそのイメージ通りに動けるか動けないかっていうところのイメージですかね。うん、あ、そうですね、うん、うん、でもずっとですか、それは今だけじゃなくて昔からそうですか。あ、でも、ま、昔からそうですね、なんか、うん、あんまりなんか走ったりとか、うん、一回もしたことないです、うんうん、なんかちょっとね、あの仕事とか忙しくって、はいはいはい、体動かしてないと、うん、まあ、ちょっと公園とか行って、うん、なんかちょっとバーって体動かしたりとか、うん、そんなことはやってたけど基本的にはやってないですね、うんうん。公園とかで踊ってたりしてたんですか。うん、あのちょっと早起きして、あ、朝方やってました、ね、白塗りで。いや、その時はそうですね、まあ、ちょっと肌色に塗って、まあ、そうしてないですけど、うん、でもなんか自分の体に付き合っていかないと、うん、やっぱりね、二十歳の頃はあんなに動けたのに、ね、うん、あのもうそういう動きができないからっていうので踊りやめたりとかっていうのは、うん、まあ、僕はそれは違うって思ってるし。そうやって実際に感じることってありますか。その二十歳の時はこれができたけど今できへんとか。あ、もう全然全然。あ、そうですか、うん、やっぱもう膝がね、はい、硬いとか、うん、やっぱ柔軟性とあと瞬発力とか、はいはいはい、まあ、普通にもうジャンプ力とかそういうのはもう確実にもうすごい落ちてるし、でそれはまあ落ちていくもん僕は思ってるし、まあ、まあね、そんなね50過ぎてそんなジャンプ力高いのはなんかどういうこととかと思うしね。それはそれでね、うん、まあ、なんか
でもなんかやっぱりそういうふうになんか自分の年齢とか自分のその年いっていく体と付き合っていかないと、やっぱ踊りって、っていうか踊りって僕はそういうものって思ってるし、あの人が生きていくこととすごくちゃんと同調してないと、なんか若い時これができたのに今できてないから自分はダメとか、そういう考え方は僕は全然踊りには必要がないって思ってるし、なんかその先その、まあ、筋肉というか、まあ、体そのについての話を言ってはった時に、その例えばこう自分が、まあ、ダンスを踊るじゃないですか、はい、ただその筋肉も含めてそのこうビジュアルとして映るっていうこと、はいはい、っていうことは考えたりします？その、あ、考えてます。それは鏡を見てとか、いや、映像を撮ったりとかですか？ね、これはひょっとしたら舞踏っていうジャンル、あ、どうなんやろう、日本舞踊とかもそうなのかな、うん、やってないから分かんないんですけど、うん、鏡を、見せられなかったっていうか、うん、そういう場所で稽古したことなかったんですよ、うん、で多分ね、舞踏の人はそうな気がしてます。なんでかってそれは形を見てしまうから、はい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 、でもちろんそれを鏡を見ることで、うん、あのもうちょっと腕の角度がこうとかっていうそのチェックはできるけど、はいはいはい、でもそれは単なるフォルムのチェックであって、うん、やっぱりもっとその自分の体を客観視するためには、うん、やっぱりそういう鏡ではなくて、うん、自分が今、まあ、こういうふうに立ってるっていう姿を、うんうん、ちょっと客観的に、うん、もう一個自分の目でそれを見て捉えておかないと、うんうん、それって具体的にはそのイメージっていうことですか？そのイメージと、あとその人がそれをやってるところをちゃんと見るっていう、その稽古場とか、だから僕がやってたその舞踏の稽古は、うん、まあ、やっぱり、まあ、生徒さんも多かったんで、うん、例えばこういう動きをやってください、うんうんうん、でそれをまあ自分もやるけど、うん、で他の人がやってることをやっぱり見るんですよ、うん、まあそうですよ、ね、だいたい十なんか何人か、うんうん、15人ぐらいいてたとしたら、うんうん、3人がそれをやってて、うん、で他の12人はその順番待ちみたいな、うんうんうん、でそれを順番待ってる間に人がやってるのを見てて、うんうん、あ、なんかあの人すごい動き綺麗やなとか、うんうん、あれはなんか足の使い方が汚いからこういう風になるんだなっていうことを自分が情報で見て、でそういう風にならないためにはやっぱり上手い人の動きを見ると、あの足のさばき方をすればああいう風に回転が綺麗なんだとかっていう風に見ると、今度自分がやるときにそれを反映してやるから、でそれを何回か繰り返しながら稽古していくと、やっぱり自分でどん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 その新しいいい状態に更新されるし、それはだから言ったらこうその例えば鏡であるとかその映像とかじゃなくて、自分がやってる時にそのそういう動きになってるわとかっていうのが分かってくるっていうことですね。なんとなく、うんうん、やっぱりそれは体でやっぱりそういうふうに体を使うと、うん、体はそういうふうに綺麗に動くとかっていうのは、うんうんうん、もう見てなんとなくキャッチできるし、あ、じゃあ見てすぐにそれができるかっていうとできないけど、うん、でもやってみると、あ、ここに手を置いとくと、うん、それは邪魔になるから、うんうん、あの足のさばきがきれいにいかへんやなっていうふうにやってみると、そこでまたあの情報が分かるから、だからやっぱりそうやって人のことを見ながら自分のことをやって、うんうんうん、そうやってどん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 あの失敗しながら修正点みたいなのをこうどんどん落としていくっていうか、そしてなんか自分 の, あのこういうふうに動きたいっていうイメージに近づけていくっていう稽古が、うん、僕はそれがなんかすごい僕の師匠のところではそれができたから、それはすごい良かったなって思いますね。だやっぱ鏡見てると絶対にその首は鏡を見てるわけです。まあそういうことですよね。でその鏡を見てるその首からつながってる背骨っていうのは鏡を見てる自分の体やから、うんうん、やっぱりここは修正できないかったりとか、うん、それを基準にして作ってしまったら結局全然違うものになってしまう。手足はそういう風になってるけど、うん、全然体の筋である背骨とか腰が入ってないとか、うん、っていうことでは全然それはフォルムのチェックにはなるけど、うん、でもそれは単なる末端であったりとか、うん、もうましてや顔がすでにもう違うし、うんうん、だから結局それは、うん、あくまでも一個の要素であるけど、うん、
やっぱり本当に自分の体のことを、うん、だって本番やってる時鏡ないし、まあもちろんやっぱりその本番やってる時に踊ってる時に自分の姿が今どうなってるのか、うん、どう見てる人に見えてるのかっていうことはやっぱりその自分のやっぱりいろんなその人の体を見たデータの蓄積やったりとかそこでしかないから。なるほど。それはこう例えばですけどそのまあ本番の時自分が今日自分的には今日のダンスはすごい良かったと思うのと、その悪かった、まあ悪かったというかいまいちやったって思う時もまあ結局のところ自分の中での判断というふうに考えられるということですよね。その、まあ、それもあるし、まあやっぱ見た人の印象っていうのもまあね若干入ってくるけど、まあでも自分の判断だけでもしあの答えを求められるんやったら一応それはありますね。なんかちゃんとその場所に自分が入れたのかどうかとか、まあ、体の使い方だけじゃなくて、あなんかちょっと、まあ、意外というかそのダンスってある種こう、まあ、自分の肉体使ってこう表現するもんやから割と主観がものすごいあるもんなのかなって思ってたけど、そこにきちんとその、まあ、そのイメージやけど客観性みたいなものがずっと一緒について回ってるってことですよね。そうですね。あの多分そこはすごいダンサーによると思ってて、自分のなんかその体の動きとかに、うん主を置いてる人はやっぱり自分を多分中心に動いたりとかしてると思うけど、僕は基本的にダンスっていうのは言葉以外のコミュニケーションのただのツールって思ってるから、やっぱ伝わってないと僕はやってる意味がないと思うし、だからやっぱ人に伝えるためには自分がやっぱり客観的になってないと、ね、自分の言葉に寄っててもしょうがないし、踊りに寄っててもそれは全然伝えることにはなってないから、だから今これはちゃんとお客さんが今自分が踊ってる時にどういうリアクションとかどういう見方をしてるのかっていうこともすごく踊りながら察知するし、で今照明がどういう状態になってるかとか、で今ブリキサーカスの曲で踊ってた時もあのなるべくこう曲の後追いにならないようにちょっと先手を打つようにしようとか、でもなんか今ここはちょっと音はこういう風になってるけど、今ちょっと体の方に集中しようとか、でもここのところは音に合わそうとかっていう割とその判断みたいなのが、僕はよく言ってるけどあの車の運転にすごく近いなと思ってて、だ一応自分が車をある方向に走らせてるけど、でもやっぱり周りの状況とか、まあ信号が今何色かとか、歩行者がどっから出てきそうとか、で前の車があのウインカーをどっちに出してるかっていう情報をちゃんと判断しながら、でもそれを単にあの合わせてるだけではなくって、やっぱりある速度でみんな同じ方向走ってるから、だから自分のなんかやりたい方向とか進むべき方向っていうのはありつつ、でも周りの状況判断っていうことをちゃんと収集しながら、で今これやったらここに車線変更してもいいとか、あ今こっちやったら停止するべきとかっていうのがすごく僕は近いなって、思ってます。なんかこう、まあ、今ずっと聞いてきた流れの中でそのこう、まあ、もちろん舞踏ずっとやってはったっていうのもあって、割とこう、まあ、舞踏的な、まあ、イメージに近いのかなとかって思ったりするんですけど、そのコンテンポラリーっていうものがあるじゃないですか、まあ、一応舞踏もまあコンテンポラリーっちゃコンテンポラリーっていうあれもあるんですけど、いわゆるこう世間でいう、まあ、世間というかコンテンポラリーっていうのと、今はその例えば竹千代さん自身がそのどういうダンサーかって言われた時にはそのコンテンポラリーっていう風に言ってはるんですかね。いや言ってないですね。なんか、でもそれも状況に応じて、この人にはコンテンポラリーって言った方がいいやっていう時と、でもまあじゃあ舞踏家かって言われると、まあね、舞踏はや、まあじゃあなんやねんって感じやけど、だその辺がなんか僕が舞踏をやってて、で。まあ、白塗りとか、まあ、やめていった頃ぐらいにちょうどそのバレエをやってた人がそのバレエのテクニックとかではなくって、なんかもっと自分で表現したいものとか、でそれはお芝居とかダンスを通して今まで表現やってた人がもっと
違うものをって言われてたものの総称を今コンテンポラリーダンスって言われてるんです。だから僕の時代にはコンテンポラリーダンスっていうのはまあその先駆的に始めてた人は何人かいてるけど、今みたいにジャンルとしては確立されてなかったから、だから別に僕はコンテンポラリーダンスを今やろうとも思ってないし、自分もコンテンポラリーダンサーですともまあ言ってないし、だって僕がやった時はなかったから、そういう言葉とかジャンルっていうのはまあ一部にはあったりとか、フランスではすでに始まってたりとかはあったけど、だからちょっとちょっと多分今の20代30代の人がコンテンポラリーダンスやってますとかっていうのとはちょっと違うのかなっていうのはすごく感じますね。なんか、でもやっぱ僕がコンテンポラリーダンスですやってますって言ってもね、なんかちょっと違和感がまあないっちゃないけど、なんか違うなとも思うし、まあ僕もこうなんていうんですかね、そのまあ僕自身もそんなにそこまでダンスに詳しいわけではないんで、まあ言うたらほとんどここでしか見てないような人間なんで、例えばこれがコンテンポラリーでこっちは舞踏でとかっていうところの、まあそもそもそんなことをする必要性もないとも思ってるし、意味合いもあんま感じないんであれなんですけど、こうまあこう外に向けて、まあこれは別にダンスに限らずなんですけどね、そのこう何も知らない人にこう分かりやすく伝える方法っていうのを説明するときのその感じっていうのはいつもこう悩むところではあるし、で別にだからといって新しい言葉つけたとしても別にそれがね、全然流通してないよかったら意味がない、余計分からへんようになるだけやからとかと思ったりとかして、なんかそこはいつも考えてはいるところではあるんですけど、だダンサーですっていう時もあるし、まあ、分かってる人は茶化してコンテンポラリー舞踏ですって言ってる時もあるし、もうややこしかったらもう、コンテンポラリーダンスですって言ってる時もあんまり僕もその辺接想ないからもう、まあいいやって、まあ、その人が納得してくれたらまあいいかぐらいで、そうですよね、ああそうですねみたいになってくれりゃ、そう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 いうことですよね、じゃあ突然ですが次の曲に行きたいと思います。はい、よし踊るね。次、かける曲はですね、第1回、UR ラジオにゲスト出演していただいたタユタウのお二人の曲で、タユタウのライブがですね12月24日、前回の、ラジオのゲストカリキリンと一緒に、カリキリンタユタウそしてその2つが合体したコロイドというのが、スペシャルゲスト安田あゆ子さんと田島隆さんを迎えてですね、これは見逃せねえぜ。でしかもアバンギルドのキッチンスタッフがですね、クリスマス特別メニューをご用意してお待ちいたしております。何これは来なきゃ。 UR それではちょっとガヤの人もうちょっと声張ってくれんと僕がガヤみたいな、なんか普通に弾いてる声しか聞こえない、はいはい、それでは、タユタウの曲を1曲聴いて。タユタウむずいな。なんか今日はそういうのをちょっとやろうかなと思ってて、そうそうそう、あえてなんかこの曲でどうやって歌わはるのかな、ね、それではタユタウでお祝いの歌。ああ自分の
は一斉に笑って幸せなあなたをお祝いするでしょう。明かりをそっと灯してあなたに素敵な歌をあげる。虹の色の数を数えたらとても幸せな世界。たゆたうでお祝いの歌という曲を聴いていただきました、竹千代まりやさんにその曲で踊っていただきました。たゆたう、たゆたういいっすよね。いいですね。やっぱりなんか、うん、あ合うなと思いました。あやっぱりうんなんか、うんやっぱね、タヨタもそうやけど、なんかジャンルがどうっていうよりはやっぱり僕、ジャンルって好きか嫌いかとか、いいか悪いかだけでいいって思ってて、もちろんね、あの宣伝とかするのにね、カテゴライザーみたいにはされるけど、確かにね、うん、あの前回 の30回有効のパスポートでしたっけ、うんうん、あの時も思ったんですけど、割とこう表情でこう表現することが最近、まあ昔からだとは思うんですけど、なんか前回もあのずっとこう一点ここら辺でやってはって、ずっとこう見てはったやつあったじゃないですか。あれとかを見てて、ああなんかそのまあダンスって言われると、割とまあ体全体を動かすもんやっていうイメージが、まあ、普通はあるという感じなんですけど、その表情でこう何かを表現するっていうのも含めてダンスやっていうあの感覚っていうのが面白いなと思ってて、まあ今もちろんラジオだけしか聞いてない人にはどんなやったか全然分かんないでしょうけど、みんな今日見に来たらよかったのに今日だけビデオにテレビにしましょうかってユーストとかね、ユーストとか
そうそう、だからダンスっていうとその体をね大きく動かしてとかっていうのはそれは多分あのなんでしょう、なんかバレエとかなんかその欧米的なダンスとかで、でまあその体じゃなくてその顔の表情とかとかっていうのはやっぱり歌舞伎とかそんなんはもうあれなんかも完全にその感情が楽しくなったから笑うではなくて、もうあれも完全にもう肩なわけで、まあまあそうですね、別にあの演者はあれを笑ってるわけでも何でもなくて、そういうふうに体を使ってる、顔の筋肉をそう使ってるっていう。だからこの間あのパスポートの時に僕がやってたのもあの体の、あ、顔のなんかここって動かないんじゃないかなとか、なんかそういうとこを動かそうとするとあのやっぱりこの筋肉にすごく集中するから、あの目がこうどん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 開いていくよりは内に入っていってで、例えば、ここを動かそうとすると、で多分動いてないと思う、でもここに集中しようとするとやっぱり人がこう集中すると、こう開いた感じにはやっぱならなくて、で例えばここを狭めようとすると、こういう、でこういう僕はこの筋肉を上に上げようと思って今こうやってるけど、見る人が見るとこれがすごくこう悲しい表情に見えたりとかっていう、その変換の装置がすごく面白いなって思ってて、でその変換の装置を見る人が、あ、なんかこれって何かこう悲しい感じがするとかっていうふうにあの思うには、やってる人があのそれを演じるんではなくって、あのそういう意味ではあの体にすごい素直に体をさらけ出さないと見てる人はそういうふうに受け取ることもできなくって、ただの演技っていうふうに見てしまうとそれはただの演技として捉えられるけど、すごくこう集中した状態で体とか自分の状態に向き合ってここに集中しようっていうふうに体を持っていくと、やっぱり人はそこに引き込まれて何か意図を感じようとか、意味、意味合いとかですよね。そうそうそう、でそれをこういう体、人がこういう体になってる時って自分ってどういう時やったっけっていう、その体験とかに結びつけてくれることが、この間のパスポートはすごく多くって、で実はあんまりダンサーの人からは感想とか聞けなくって、あんまり動いたもんね、そのダンス的なあの公演ではなかったと思うし、あんま踊ってないじゃないですか。まあそう言われればそうかもですけどね、でも逆に本当に亮太郎くんとか、ミュージシャンの人とか、ダンスをやってない人とか、いわゆるコンテンポラリーダンスとかのジャンルじゃないダンサーの人は、もういっぱい感想を言ってくれて、あれがバッスリ分かれたのが僕はすごい良かったなと思ってて、でそういう意味ではなんか僕にとっては面白いダンス公演やったなってすごく思いますね。なんかまあでもなんていうんですかね、まあそう言われるとダンス公演っていうイメージかって言われると、全然違ったような感じもするけども、もちろんそのもちろんダンス公演でもあるしっていうところもあって、割とこうなんていうんですかね、そのまあもちろん見てない方もよくおられるんであれなんですけど、割とストーリー性があって、しかもそれがまあ分かりやすいというか、そういうのもあったのも確かやし、でまたナチョちゃんがすごい、ね、いいキャラで、そうそう、絶妙の、なんか絶妙な、もうあれはもう、ね、なんかあれとかもこうある種そういう意味ではいろんなところに意味合いがこう見えてきたとか、まあもちろん個人的なあれなんですけどね、そういうことで多分いいと思うんです、なんかそんな感じでしたね。あれってでもまだあと27回一応やるんですね。そうですね、3回やったんですね。一応30回やったら期限切れで切れあのパスポートは切れるっていうことで、一応27回、パスポートも更新はないということですよね。え、更新はないってことですよね。いや多分ね、終わったらまたねやりたくなるんやと思う、そんなもんやと思って。なるほど。
でも一応なんか期限を決めとくと、うん、その僕なんか舞台がすごい好きなのは、うん、終わってしまうじゃないですか。そうですね、うん、あの公演が終わったらそれはもう全てなかったことになって、うん、でまた僕は次の舞台に向けてまたリハーサルもするしっていう、うん、そのだからあのお祭りごとって僕はすごく例えとしてはよく言ってて、みんながそのお祭りに向けてあの、ね、みこしを担ぐ人、うん、あの屋台を出す人、うんね、そのご飯を作る人、うん、みんながそのそれぞれ違うポジションの人が、うん、絶対この祭りはいいものにしようっていうのにこうエネルギーが一個にガーって向かっていくっていうのが僕はなんか舞台の面白さであり、うん、でそのさらに豪華なのはそれがもう一夜にして終わってしまうっていう、うん、でその終わった後にはもう何もないっていうのが、それはなんかあの生きてることと僕はすごく一緒やって思ってて、ああいうところがすごい舞台の面白さですね。だから逆に言うと例えば、絵画とか映画とか、その人が亡くなっても、うん、その作品がいろんな国に行って回って、あの時間とか歴史を超えて残っていくっていう、あれも僕はすごいある意味羨ましいなって思うけど、僕はあの作品とか僕の体っていうのは永遠には残らないけど、あの人の記憶とかに僕は残っていくっていうことをしたいなって、逆にそう思ってあのやってます。今ここでわーって拍手来る瞬間、いい話をした。今僕はいい話をあのじゃあ僕がこうやったらみんな拍手来るよ。いい話をしたって僕思ったらこれあげるんで。まああの12月の、はい、28日に年忘れ紅白ダンス歌合戦2013、はい、これ去年と同じ写真ですよね。去年なんで一昨年か2年前、もうビジュアルはそれでいいかって思ってもう中身がね多分ちょいちょい変わればですよね、うん、いいかなって。これはその竹千代さん的にどんなこうイメージというか。これもね、一応基本的にじゃないわ、今回オファーした出演してくれる人は、うん、今年僕が何らかの、まあ、舞台とか、うんうん、そういうことで共演したりとか、うんうん、イベントで一緒やった人を中心に、ただ全員を呼ぶとちょっと人数が多いのと収集がつかへんので、うんうん、あんまりなんか一つの、まあ、ジャンルに偏らないように、うんうん、いろんな人に声かけをさせてもらって、でまあ最終的にはすごい僕の個人的なことで今年どうもお世話になりましたと、うんうんうん、ありがとうございました、うんうん、で、来年もまた機会やったらよろしくお願いしますっていうことを言うイベントにしようと思ってて、一応、うんうん、赤組白組には分かれるんですよね。あ、分かれないです。あ、分かれないですか、うん、分かれないです。ね、そうそう、やっぱりダンスの人白組が少ないのと。あ、そうなんですか、やっぱり、うん、やっぱそうなんや。やっぱね、うん、でそっちよりは、まあ、年末になんかいろんな人が集まるっていうので、うんうん、まあ、忘年会的な、ね、そうですね。それで紅白歌合戦って言ってるけど、うんうん、歌もない、歌もないし、紅白もあんまりどうでもよくなくって、そうですね。でもまあなんか年末のイベントっぽいなっていう。そうですね、まあこれまだ確定じゃないんですけど、この日餅つきをやろうかっていう話も実はちらっと。あ、ぜひぜひ。いや、まだ未定ですよ。あ、未定ですね。未定ですけど、今年大晦日がうちの企画のイベントじゃないので、ね、じゃないですよね。そうそうそう、まあやるかもしれないということで。じゃあもし、うん、そうです、金粉でちょっとやられるときついかなみたいな。ああ、そうですね餅が金色になってしまう、まあめでたい感じで。めでたいけど食えないですね。なんか食える金塗りとかないんですか。ないですねそれ結構高いやつじゃないですか。僕買ったことないけど、料理に入ってる金粉みたいな。はいはいはい、そう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 、パラパラってまぶしてるね、あれではないです。もち粉塗るとかそれもうわけわからんくないですか。そうですね
なんかもう最後もう誰が何か分かってない、うん、誰が持ちで誰が そう白塗りか分からへん、もうむしろ何がやりたかったんかもう目的が、でババルちゃんがファイヤーで焼くと、はいはい、ああ焼き餅、あそれなんかでも分かりやすいですね、もうこういうアホな会話でなんかアイディアが膨らむのって結構怖いんですよ ね、 そうそうそうね、これアバンギルドそれ実現しますから ね、 そうなんですよ ね、 ね僕も今年それ2回ぐらいその飲み話でほんまにほんまにイベント実施になったっていうのがあったんで、金塗り銀塗りもそうですね、そうそうそう、あれね、まあ、これ怖いとアホな、うかつなこと言うと、うかつなことで、そうで結構ね、また竹千代さんが「ああそれ面白そうやな」ってこっちがちょっとドキドキしながら聞くんですけど「あそれ面白いやん」って割とすんなり受け入れてくれるんで、割と、うん、ねそうそうそうなんですよ、結果が分からないやつって面白いじゃないですか。まあまあそうなんですね。基本的にあの分かってることをやるよりは。そうなんですよね、うんうん。そこはやめられないところなんですよ ね。でまためちゃくちゃ面白かったりするんですよ ね。そういうのがね。そうそうそう。これがまた立ち回りというか ね、うん、いやああいう時なんかあのこういうライブの人はいいなって思います。うん。なんかまあ僕もちょっといろいろこうダンスの企画とかなんで今ふと思ったけど、なんで僕がダンスの企画なんかをやってんねやろって、ね、全然今ふと思った全然違うのにおかしいなって今ふと思った、まあそのブッキングっていう立場でいろいろダンスの企画とかやってるんですけど、そのいいダンサーと、まあ悪いとは言わないんですけど、うん、そのあんまりこう魅力を感じないダンサーっていうのっていうのやっぱおるんですね、うん、あ、うん、でこの話は前まあ、竹千代さんもちらっとしたんですけど、その例えば振りがあって、はいはいはい、振りに踊らされてるダンサーと、うん、その振りを踊ってるダンサーとの違いなんかなってちらっと思ったりもしてて、うん、でそのまあもちろん例えばそれをこう即興でやる場合もあるから、うん、その振りが決まってないっていうのは当然あるわけじゃないですか、はいはいはい、でそういうのってそのまあもちろんなんていうんですかね、こう基準があるんかないんかっていうのは分からんとこなんですけど、うん、そのどういうところでその他の人のダンスっていうのを見ます、そのそういう意味で言ったら僕見るときやっぱり、うん、さっきも言ったけど面白いか面白くないかとか、うん、なんか、うん、結構難しいですね、うん、なんかその人のことを知ってるとちょっと違う目でね、うんうん、やっぱその人の在り方とか、うんうん、そういうことをもうちょっと入ってしまうからあれやけど、でも基本的にはやっぱりその人がこうなんていうんだろう、すごい曖昧やけどかっこいいかどうかとか、うん、その人のことをなんか好きになるかどうかとか、うん、そんな感じかな、なんか、うん、それは演劇の人であれダンスの人であれ、うん、なんかそこにその人がいてないと嫌じゃないですか、うんうん、もちろん舞台やからいてるけど、うんうん、なんやろ、あんまりこう目に入ってこないとか、うん、やり過ごして、そう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 、だからそこの基準っていうのがこうじゃあなんでそれを集中できへんのかなとかってやっぱ考えたりするというか、うんうん、その、うん、まあその僕は別にそのダンスに関わり始めたんでほんままあこの 4,5 年ぐらいだと思うんですよ、はいはいはい、だそれで考えると、まあ、4,5 年とかだね、まあでも 4,5 年もっとかな、うんうん、まあでもそんなもんでこうただやっぱり好きなダンスと、はいはい、まあまあ、嫌いというか好きになれないダンスとっていうのがやっぱりどうしてもはっきり分かれるというか、でこれが曖昧な人があんまりいないんですよね、実は、うんうん、曖昧な人が逆に全然こう記憶に残らへんかったりとかしてしまうし、うんもううんうん、なんかこれがすごい不思議なんですけど、はい、うん、そうそう、だからさっきも言ったけど、まあ、これは僕の場合やけど、うん、やっぱりその、言葉で人と関わるっていうこと以外のコミュニケーションのツールって僕は思ってるから、うん、やっぱり舞台に立ってる人がちゃんとなんかそれは踊りであれ演劇であれちゃんと発信をしてくれてる、うん、その人が、うん、その舞台に立ってるっていうことをちゃんと責任を持ってそこにいてくれると、それはすごくこう魅力に感じるし、やっぱり見たいって思うし、だって普通に喋っててもなんか自分は今こういうことを
伝えようとしてるとか、うん、今この話を聞いてほしいっていう意図がその人にないと、うん、あ違うわ、その人にそういう意図があれば、うん、やっぱり言葉の使い方であったりとか、うん、声の張り方であったりとかってやっぱ変わるじゃないですか、うんうん、まあもちろんね、でなんとなくいやなんかそういうなんてあの私ちょっとそういうのいいかなって思ってて、うん、みたいなとか、うん、なんかそんな話し方って人に全然、うんなんやろコミュニケーションしようっていう意図がないじゃないですか、うん、伝えようとする意図がない、うん、そういうことは僕はダンスもそうやと思うし、まあでもある種こう器用不器用っていうのもあったりはするじゃないですか、うん、あ、はいはいはい、一応気持ちはあるんやけど、うん、そうそうそう、そのツール、まあツールというか、まあそれは、うん、まあもちろん表現者としたらもちろんねそれができてないとダメではあるんでしょうけどね、うんうん、そうだからやっぱりその人がちゃんと誠実にそこに行ってるのかどうかとかっていうのは大きいと思いますね、別に振りをやってたから人が見るわけではなくて、その振りっていうのは結局人がつけたもんであったりとか、でその振りをつけた人の意図が舞台上に見えた舞台っていうのは僕はあんまり好きじゃなくて、それは演出側の影が見えたりとかそういうことやねんけど、やっぱり舞台に立ってる人がその人の在り方で、うん、まあそれは例えば不器用であれ、うんうん、器用であれ、うん、伝えようとする意図があれ、その人がやっぱそこにいてないと、うん、だって舞台を見に来た意味がないし、うんうん、だから本当にあのよく言うけど、例えば1時間の舞台を見に入場料払って行ったけど、なんかもう途中でね飽きちゃって、うんうん、あもうちょっとこの後帰って何食べようかなとかって、うん、あそういやあの冷蔵庫にあの白菜と玉ねぎあったから、あなんかあの料理しようかなって、うん、あのもう劇場で見てる時点でそんなこと考えてる時間がもうその人にできてるっていうことは、もうその舞台がつまんないっていうことじゃないですか、うんうん、まあそうですよね、でそんな考えすらもなんかこう起こさへんぐらいに、その現場その舞台上とかライブでことが行われてたら、やっぱそれは僕はすごい、うんいい舞台やと思うし、だからさっきも言ったけど、その人の記憶にどういうふうに残っていくかとか、うんうん、残すことができるかっていうことが僕は使命って思ってて、うん、例えば1時間の舞台をお客さんが1時間ずっと見てる、うんうん、まあこれは当たり前なんですね、うんうん、で1時間見終わった後に拍手をする、うんうん、で1時間見終わって拍手した後、帰りの電車で友達と、いや今日のあの人すごい良かったよね、うんうんっていうと、1時間本当は舞台は1時間やと、その後もまだ続いてるわけじゃないですか、うん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 、で例えばそれが3日経っても、うん、いやあの人良かったよねとか、うんうんうん、で1ヶ月経ってとある何かの舞台を見に行った時に、うん、いやでもあの人のあの時の方が良かったよねって言ったら、1時間の舞台をやってるけど1ヶ月僕はその人の時間を、人生の中の時間を僕は奪ってるわけになる、うんうん、っていう風になんかしていくっていうことが、うん舞台のすごい僕はできる役割やって思ってるし、それはもちろんそれがずっと続けばいいけど、まあそんなに多分ねあの1年もは多分持たへんとは思うけど、まあでも10年20年持つ場合もありますからね、それはそれで、やっぱり僕も言われるけど、一番いい舞台って何でしたって言われたら、やっぱ確実に言えるのはあって、でもそれはやっぱりもう何十年も前の舞台やけど、でもやっぱもう未だにもう鮮明に残ってるし、やっぱそういうのはあの舞台ってすごいなって、うんうん、やっぱその人の記憶に残すことができる、うん、でその人がその記憶を頼りに、うん、あの舞台っていかに良かったかって話すことができるっていうことってなかなかすごいことじゃないですか、やっぱり。そうですね。その見た時はね、あ良かったって言ってくれるけど、うんうん、何年5年経っても10年経っても、うん、あの舞台はすごい良かったんだよ、こういうことがあったんだよって、うん、語れるような残し方ができたら、それはもう本当にすごい、うん、竹千代さんでそのいわゆるこう演劇とかにも関わってるというか、まあちょいちょい、うん、呼んでもらったりとか、うんうん、一緒にやったりとか。それは役者としてですか？役者も、うんうん、少ないですけどね、うん、なんか、うん、何回か、うん、もう普通になんかね体の動きとかそういうので、うんうん呼ばれたんかなって思ったら、うん、普通に台本渡されて、ほんでもうみたいなんで、もうえらいことになりますよ、セリフを覚えないと。そう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 、普通にセリフ書いてあって、うん、
なんかそれも普通に見てみたいなとは思ってるんですけどね。いやもうね、もう凄まじかったですね。やっぱり踊りやってる時は体に集中できるからいいけど、やっぱり演劇になるとそこに言葉台本を覚えんとあかんっていうのが、まあそれは振り付けを覚えるっていうことと一緒で、あの言葉は覚えて自分の言葉としてあの発せんとあかんし、でもなんかそのあ次自分のセリフがそろそろ来るって思うと準備するじゃないですか。でセリフあれであれであれでとかって、でそうなった時に体が留守になって、でもセリフはちゃんと言えるけど、なんか体が置いていかれた感があって、でああなんかちょっとすごい嘘っぽいなと思って、で体に集中してると自分のセリフが来てるっていうことに全然忘れてて、僕舞台上であって言ったあおこうだよっつって、で見に来た役者さんに舞台上であって言った人初めて見ましたって言われてもうそれはなんか、向いてないなとも思うけど、でもあれ面白い作業ですよね。まあまあそうですよね、だから逆に舞台上でその言葉を喋ってるけど、本当喋らされてるんじゃなくって、ちゃんとその人の、そのキャラクターとして喋りつつ、動作もできてる役者さんって、いややっぱりすごいんやなってほんまに普通に思って、そう、もう身をもって、そうですよね、あれはすごい作業をあの人らはこうひょうひょうとやってるんやって思うとすごかったですね。まあ、それが役者さんなんですけどね、普通は。まあまあそうですね、まあなんか、まあね、その舞台っていうその、まあ、ある種一過性のもんで、まあ、儚いもんじゃないですか実際の話、そのこう、まあ、だからこそ意味があるというか、そこにこう、ね、美しいものがあったりするもんなんやろうなと思ってて、まあ、僕も最近その、まあ、ここでも最近割と劇団の公演とかもあったりとか、そのダンス公演もあるんですけど、なんかやっぱり、なんやろうな、こう逆に集中できるっていうのもあるんですけどね、その見る側とすると、まあ、これが例えばずっとやってるやつやったら、そういうふうには集中できへんのかもしれんけど、まあ、再演っていうの形があったとしても、まあ、全然違う形にはなるやろうし、そういうのを考えるとなんかお客さんも逆に集中しやすいんちゃうかなとかって思ったりもするんですよね。あ、そうですね、だからこう割とそういうの見たことないっていう人も結構いたりはするんですけど、まあ、僕周りはそんなにやっぱさすがにそういう人そんなに多くはないんですけど、やっぱ見に行ってほしいんですよね、そういうのを。そうね、そうそう、だからよく言われるのはなんかどれを見に行っていいのかが分からへん、ね、まあ、確かにね、そうそう、だからやっぱ劇団四季とか、ね、そういう分かりやすい、分かりやすいって言ったらやけど、メディアに載ってるやつはね、あそうなのかっていうので判断できるけど、やっぱりうちらがやってるやつとかはね、そんなになんか誰かが評価して、ね、何かこう記事にしてるわけでもないし、ね、どれが一体面白くって誰が面白くないのかっていうのは分かんないけど、でもやっぱり一回見に行くと、あなんかこれ違うなとか、でもあこれ実は好きかもっていうのがあるから、なんかやっぱり一回ちゃんと自分でアクションを起こすと、多分ことは僕はすごい変わると思うんですよ。そうですよね、まあだからこう割とバーチャルなもんがね、その世の中を支配するというか、あの例えば YouTube で全部見れる、だけど見れたつもりなだけで、音楽にしてもそうですやん、ね、実際のところ舞台じゃないし、ライブじゃないし、ない、それは見たことになってない、なってないんですよね結局っていうことに若い人が実は気づいてないっていうのが、あれがすごい怖いなと思う、そうなんですね、なんかその生のもの、まあ、だから逆に余計にその生で感動した時の強さが大きかったりもするとも思うし、そうなんね、だからその第一歩をどうやってこう来てもらおうかなっていうところもね、いつもそれはもうぜひ僕の舞台を見に来てください次なんか舞台の予定とかあるんですか、その、まあ、作品というか、ここで多分なんか伝統あかんね、12月の8日に
それはあの神戸の新長田っていう、まあ、あの場所 で、うんはい、でまあ、あそこもやっぱりね、あの阪神淡路大震災で、うんうん、あの人が少なくなって、うん、でそこで活動してる、うん、あの音楽やってる人がやっぱり、うん、自分の街がなんかやっぱりね、うん、こう以前ほど元気がないっていうことで、うん、あのイベントをやろうと思って、うん、でまあ、新長田でそういういろんなイベントっていうのは多くあるんですけど、うん、それは大体やっぱりその神戸市とか行政とかがその、うん、まあ、あの鉄人28号とか立ってますやん、あれとかやっぱ行政の人がやってることで、うん、やっぱりその一アーティストが、うん、あの声を上げてやるっていうのが、うん、あの融合祭っていうイベントがあって、うん、それそうそう、この間あの3月に、はい、あの桂さんの舞台であの、はい、サムロノリやってた、はい、あの桂さんのソロの周りで踊ってたあの人らがやってるイベントで、そうかそうか、うん、あれも面白かったですね、面白かったね、今思えば、あの時のあの僕の隣に座ってたミン・ジュノン君、はいはいはい、あの子最近こうこっちの世界に、ね、そうそう、あえない引きずり込んでるんですよ、そうそうそう、うん、でめっちゃいいんすわ、うんうんうん、でこの間二人でやったけどすごいよかった、これまた、うん、でなんかそれあなんかそこなんかなとかって思ってこう無理やりでもちょっと強引にでもちょっとこっちに引っ張ってきたら案外ハマってくれるというか、うんうん、で本人もすごい喜んでくれてるし、でどん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 多分あの子俺すごいアーティストになるんちゃうかなって思ってますわ、うんうん、なんかきちんとアングラも知った上でああいうことができるようになっていったらすごいやろうなと思って、ね、うんうん、でも本当こういう舞台とかやってると、うん、あのまあ、僕ももともと舞踏とか、うんね、やりだしてでそこからやっぱりねいろんな音の人とか、ね、うん、美術の人とかやっぱりこうやっぱり生のことやってるから人と出会う機会とか紹介してもらう機会もすごく多いし、うん、そうなんですよね、だから結局生でこうやるってことは生の人間と出会えるっていうところにね、そう、あれがすごい強い、そうなんですよね、うん、なんかそれがやっぱり一番大きいというか、うんうん、いや、 やっぱりそのなんかこの人のなんか何できんやろうとか、うん、やったらどうなんやろうっていうそういうなんか好奇心っていうのは、うん、やっぱりいろんな人と出会えば出会うほど、うん、もちろんハードル高い時もあるけど、うん、でもやっぱその結果が分からへんところにやっぱり自分を放り込めるっていうのはやっぱりすごい魅力やし、うん、それがやっぱり一番の舞台の、まあ、やってて、だから自分の作品作るっていうこともやりつつその人となんかこうつながっていったりとか、そこで違う自分と出会えるっていうことの面白さっていうのはやっぱこれライブでやったりとか、うん、本当になんかそれってだってこんなにいろんなわけのわからん人と出会う機会って、例えば僕がなんか普通にねあのできひんけどサラリーマンとかやってたらあるんやろうかとかって、なんかこうもちろんそうなんだろうなと思うんですけど、僕は例えばこう普通のサラリーマンの人がまあお客さんとしてうんあの来てくれるようなたらそういうこともなりうるんやろうなっていうところは、うんうん、でまあなんとなくの感なんですけど、これからそういう人がちょっとまあ別にうちだけじゃなくて世の中的に増えていくんちゃうかなって、僕はそういう意味では希望的観測を持ってるというか、やっぱ自分らの中だけでやってる、まあ自分らっていう言い方もあるんですけど、やっぱりこう広がらへんし、でやっぱりなんかいろんなもんが新しいもんが入ってこないことにはね、面白くないっていうのもあるじゃないですか、そうだね、うん、なんか身内だけがね、そうそうそう、客の取り合いして回してるよりは、そうそうそう、うん、なんかそこでどん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 こういろんなもんが入ってくるっていうのが、うんうん、そうそう、だから最近ダンスとかでそのアウトリーチとか、コミュニティダンスとかっつって、うん、そのダンサーがある地方とかに行って、うん、そこの、まあ、ある、年齢層の人とか、うん、障害者の人に向けてワークショップ、そういうのはダンサーがその現場に行くっていうのはあるんやけど、うん、逆になんかそのダンサーがやってる現場に、うん、本当それこそ言ったその、ね、あのサラリーマンの人とか、うん、OL の人とか、うん、だから稽古場がね京都の芸術センターやから、うん、本当なんか
市場カラスマなんてもう思いっきりね、うん、ビジネス街で、なんかああいうとこに普通に歩いてる人がなんか劇場とかね、うん、アバンギルドとか来たらなんかすごい結構僕面白がってくれるんじゃないかなって思う、ね、っていうところでしょう、ね、ただそこをつなぐ、うん、あの手法とかツールがやっぱりいかんせんアーティストやからなくって、うんうん、なんかそういうことをなんかこうねつなげてくれるパイプ役みたいな人が何がいると、うんまあ、そうそうそう、うんうん、なんかそういうとこが一回つながったらすごい面白い違うかなって思うんですけど ね、まあなんかいろいろちょっと考えようかなとは思ってはいてるんですけど、ね、うん、まあ来年ぐらいそうですね、なんか来年はこうしたいとかってあります？まあ、変な話もう11月も終わりなんで。そうですね、あの来年はね今年だから、僕が、12年ぐらいずっと京都に住んでて、で1回まあそのねあのダンスの NPO の仕事で大阪に8年ぐらい行って、でやっぱそこをもう仕事を1回辞めて、うん、もう1回ちゃんとアーティストとして、うん、活動しようと思って、うん、3年前に京都に引っ越してきて、はいはいはい、でその時は本当にもうもう1回これゼロから始めようみたいな感じやったから、うん、まあ、機会があればもう全部受けようって、うん、何でもやろうと思ってやってて、でまあ、去年もそんな形の継続型やって、うん、でまあ、今年もまあ本当にもいろんな人のつながりとかそういうおかげでいろいろやらせてもらってて、でやっぱこのアバンギルドっていう場所がまあ良くも悪くもすごいあの居心地のいい場所やから、あのまあ僕がちょっと考えたこういうことをちょっと一回やってみようとか、ちょっと20分なんやけどちょっとやらせてくださいって言ったら、やっぱりすごい亮太郎くんもブッキング組んでくれてやらせてもらってて、でそういう細々とした自分なりのなんかこうまあ実験っつったら大げさやけど、なんか試してみたいことっていうのがこの間やったあのパスポートであったりとか大きい公演の時にやっぱちゃんとフィードバックがされてて、であれがなんか公演のために1年間稽古してあの発表しましたではなくて、割とこのアバンギルトっていう場所で普段からちょこ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 やってるいろんな変なことが実は自分のなんか血になって骨になって肉になってるっていう、でそれが大きい公演の時に一気にこう集約されてバンって放出されてるっていうのを本当になんか去年ぐらいにすごく感じて、でそれでなんかあのまあ今年もいろいろやってて、来年はちょっとそういう例をなんか自分の一個大きい発表に向けてのちょっと下準備にしようかなっていう、ちょっと外に出るっていうよりはちょっと一回ちょっとじっくり腰据えてって思いながらね、あのちょっと来年の予定とか見ると結構ちょこちょこすでにあれって思っててまあね、うん、まあそんなもん、なるほど、あのそうかそうか、その辺がやっぱねあの不器用なんですね、うん、まあね、あの思ってるけどやっぱその人のなんかあれがこう断れへんっていうとか、うん、でなんかやっぱその人に人の魅力に影響されるっていうことを全然悪いとも思ってないし、うんうん、それがなんかそうそう、うん、結局なんかあの僕自分の個性って僕はないって思っててあの結局人の何かの何かしらの影響とかそういうものが積み重なっただけで、だってもともと生まれてきた時は人間っていうのはただの肉の塊でおぎゃって泣くだけでそれしかできない、まあ生まれた時から白塗りやったら怖いですよ普通にね、それでもうこんなんやってたらめっちゃ怖いでもやっぱりその親の影響であったりとか、うん、その親戚の人とか、そのね、近所の人、うん、学校の人、ね、社会の人って、その人とのつながりの中で自分の人格っていうのがね、うん、だんだん決まってくる中で、うん、だからやっぱりすごい人と接するっていうのはやっぱり僕にとっては必要なことで、うん、でそれはやっぱり僕がちょっとね一時あの自閉症じゃないけど、うん、ちょっと人と関わるのがすごい苦手やった時があって、
でも何かしら自分のことを知ってほしいとかって思ってたから、うん、多分あのなんかバンドやったり、うん、なんか映画なんか撮ってみたりとか、だからなんかが多分必要やったと思ってるんですよね、うん、まあ僕はなんていうんですかね、僕も、うん、まあそんな感じでもないんですけど、うん、こう一時なんていうんですかね、うん、まあ自閉、うん、引きこもりでもないんですけど、うん、やっぱこうなんていうかな、こもってしまった時期がちょっとだけあったんですけど、うん、それってみんな必要なんちゃうかなとかって思ったりしません、うん、なんか、うん、逆にそういうのがない方が不自然な気がするというかこんだけいろんな人と関わって、うん、まあ変な話、関わらんと生きていけないわけじゃないですか。そうだから、うん、そういう時期っていうのは別に普通にあってええと思うんですよね、うん、僕は。だからその、うん、なんていうかな、それがもうなんやろう、悪だというか悪いことだっていうことを、ネガティブに、ね、ネガティブに考えすぎんと、あ、引きこもってんねや、うん、ああええー、なみたいなぐらいの、うんうん、なんかそういうぐらいがに社会がスタンスとして持ってくれる方が、そういう問題って解決するんちゃうかなとかって思ったりはするんですけどね。そうね、うんうん、なんかそうやないと、うんうん、そうちゃうかなと、ね、だって人間 ね長いこと、長いかどうか知らんけど、うん、ね、いろんなことあるのにね、いつもちゃんとね、ハッピーでないとあかんっていうのは、うん、余計怖いですもんね。そうそうね、うん、どんな国やねんとかね。いや、ふと思ったんですけど、このラジオも今年最後なんですよ、この番組。これで12月はね、あの食堂、あ、そうなんですよ、アバンギルド、12月は食堂営業はございませんですが、あ、まあ、さっきも言いましたけども、12月の24日と25日に、クリスマス特別メニューをご用意してお待ちいたしております。お待ちしてます。今日は長い間ありがとうございました。あ、終わるんですか。もうあ、ほんまに終わろうかなと。僕もっと あんなこととか、あんなあった、まあ、あ、なんかあります？一応ね、あ、いやいや、1時間もう23分いってるんで。ほんまに、はい、あ、でもう1曲だけかけてっていう感じなんですけど、じゃあまあこの次はアバンラジオ竹千代まりやパート2ということで、来年どこかのタイミングで、収録したいと思います。皆さん良いお年を。良いお年を。これで、来月はないんですけど、1月の、またこの UR ラジオ公開収録の第1回目、記念すべき第2014年1回目のゲストが、はい、あれですね、金色竹千代まりやに続き、はい、銀色の袋坂康夫という、よなんかこれが、土壌すくいとかやってもらおうかなとかって思ってて。ね、安尾くん多分このね公開聞いてるかどうか知らへんけどね、普通に肌色でね服着てねやってほしくないなってすごい思いますね。パトランプとか回しよって、ね、そうもうやっぱ目についてしゃあないし、やめてもらえませんっていうパターンに。めんどくさいけど。そうまあまあね、やっぱり身体表現者たるものをやっぱりね、体で何かやってほしいなと、思います。なんかそこに対する反骨精神で何もやらなさそうな気がしないのですよ、ね、そういうおもんなやつはね、もうどんどん舞台やめていってくれていいです。面白い人が、次の世代を、はい、お願いします。安尾くん見に行くよ。みんなも来てね。1月6日でございます。はい、ありがとうございます。長い間本日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えください、はい。それで最後に1曲皆さんに聞いていただこうと思うのは、狐の読売というバンドなんですけども、先月かな、あ、 2ヶ月前ぐらいに出したアルバムで、死にたくないという新作から1曲聞いていただこうと思うんですが、それのですね、リリースライブが、12月の、8日日曜日に、ここアバンギルドでございます。ゲストがさっきかけたタヨタの井垣亜希子がバイオリンで参加してくれるということになっております。それでは最後に、狐の嫁入りで、シンス1970という曲を聴いていただいて番組を終わりたいと思います。本日はどうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。
ところ。この街はでかくてこの手は小さくて、1980年、明日はテカテカ輝いて見え、この朝はただただ喜怒哀楽の始まりで、明日はどっちだ、行き先は手のなる足並み揃えて、正しい音の方。そして2000年、胸に襲われた僕は、社会にでかいも小さいも関係ない、学校も職場も人が集まれば同じだと気づき、全部吐き捨てて出かけることにした。誰にも馴染まない色で、小さくても届く声で、遠くても多分見えるさ、今はまだ見えなくても、これは大きいと誰かに聞いたことは多分大したことない、これは無理だと誰かに聞いたことは多分大したことない。出会い、おもちゃ箱を忘れた僕らは、知らないうちに背中を押され、知らないうちに明日を押し付けられてる、知らないうちに牙を抜かれてる、知らないうちに丸くなる、明日は見えない引き出しだ、答えは見えない引き出しだ、これは大きいと誰かに聞いたことは多分大したことない、誰かに聞いたことは多分大したことない、子供の頃と変わったものを数えてみる、意味なんて後で考える、できなかったことを数える前に目の前の武器を数えるよ、